めて中島高校に入学した私、宇佐美はじめと友人有馬さよは、ひときわ目を引く伝統芸継承部なる部を見つける。綺麗な副部長さんに促されて出会ったのは、爪楊枝のような細い棒を削る少女だった。私は副部長の長曽我部綾、よろしくね。あの、その爪楊枝みたいなものは何ですか？爪楊枝ですけど。あ、爪楊枝ですか。では、爪楊枝を作ってらっしゃる職人さんなんですね。違います。この爪楊枝の溝の部分がありますね。おお。私の家は代々この溝を掘っています。ですから、爪楊枝を作ってるんですよね。いいえ、私は溝を掘っているのであって、爪楊枝を作ってるわけじゃありません。なんでそんなことやってるんですか？家で代々やってるって言ったでしょ？私は感動した。爪楊枝なんて、てっきり一人で作れると思っていたのに、いろんな職人さんの手で作られていたのだ。あなたたち、入部希望者？え？私は北条エマ、雨どい職人の娘よ。はじめまして。私、宇佐美はじめです。ここの部は、みんな伝統芸に携わる職人の家系よ。あなたのご家族は、どんなお仕事をされてるのかしら？うちは母だけなんですが、内職で造花作ったり、封筒に糊をつける仕事をしてます。封筒に糊をつける仕事って、あんた、この部をバカにしてるの？バカにしてるのはあんたじゃないの？封筒に糊をつけるのだって立派な仕事じゃない！ぶっちゃけ、封筒も爪楊枝も大して変わらないと思うけど。爪楊枝さんに何を言うの？私の名前は爪楊枝じゃないんだけど。よさないか！親御さんが何をやってたって、関係ないじゃないか。鳥羽部長。うちの部に入りたいなら誰でも大歓迎だよ。でも伝統技能を全く持ってない人は。そういう閉鎖的な姿勢が現代日本の伝統芸の世界そのものだから、伝統芸が衰退してきてるとは思わないかい？っていうか、封筒に乗り付けるのも爪楊枝の先を尖らすのも大して変わりないだろ。違います。爪楊枝さんは先を研いでるんじゃなくて溝を掘ってるんです。私、爪楊枝じゃないんですけど。新入生のお二人さん、もしやる気があるなら明日またここにいらっしゃい。私、入部してみようと思う。え？あんた正気？爪楊枝さんには失礼かもしれないけど、私、爪楊枝の先を尖らすことならできるんじゃないかって思ったの。でもさ、言っちゃなんだけど、あの爪楊枝さんってすごく気難しそうじゃない？先を尖らすくらいならとか言ったら、きっとカチンってくるよ。そうだよね。でも、とにかく気を悪くしないように慎重に聞いてみるよ。そんなの無理に決まってるでしょ。そうですよね。所詮私たち素人には先尖らすなんて無理ですよね。そうじゃなくて、先を尖らせるのは機械だから。ああ、そうなんですか。じゃあ、全部機械でやれよ。皆さん、こんにちは。なんだかんだで私、宇佐美はじめは伝統芸継承部に入部しました。ところで、ここの部長の鳥羽さんはいつも熱心に何かを筆で書いています。サッサさん。何ですか？部長さんっていつも何か書いてますけど、何してるんですか？部長さんは漫画を継承しています。漫画？漫画って伝統芸でも何でもないですよね。かなりの言い草ですね。
だけど伝統芸で漫画ってなんか変じゃないですか。だって漫画って最近のものでしょ。あなたたちひょっとしてこういう今風の漫画を想像してませんか。ほう。実は漫画は昔から書かれていて、古くは鳥獣戯画と呼ばれてました。鳥獣戯画。鳥獣戯画とは京都高山寺に伝わる4巻の白描絵巻で、平安時代末期から鎌倉時代初めにかけて制作された鳥羽僧正というお坊さん、つまり部長のご先祖が描いた日本最古の漫画です。そしてこれが鳥獣戯画。あの、続きはないんですか？いいえ、これで終わりです。え？終わり？これで？昔の漫画はこれで良かったんですか？まあ、今とは風習も文化も違いますから。昔に生まれなくてよかったね。で、部長はこの鳥獣戯画を今に継承しようとしてるんです。もちろんこのままじゃ今の人に受け入れてもらえないからアレンジしてるらしいです。へえ、ちょっと見てみたいな。見たい見たい。あまりアレンジしすぎると良さが消えるので難しいみたいですが。僕の漫画を？ええ、ぜひ鳥羽家伝承の技を。うん、そこまで言うなら。なんかドキドキするね。さっきも見たと思うけど、これがオリジナルの鳥獣戯画、そしてこれが僕がアレンジした今風のやつ。あの、すみません、両方並べてもらえます？いいとも。どう？どこが違うんだろう。同じにしか見えない。失礼なこと言っちゃダメです。今風にアレンジされてますよ。え、どこが違うのか教えてくださいよ。ほら、ここに注目してください。部長のはブーツを履いています。本当だ。言われてみればそうだね。あと2つありますよ。さあ、どこでしょう。はい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 、わかりました。はい、宇佐美さん、髪のここが汚れてます。ブブハズレでーす。やだ、なんか面白くなってきちゃった。僕の漫画は間違い探しじゃない。大変だ、伝統芸継承部は今日で廃部だ。何ですって？おかしいの？アップルジュースあげるから口開けなさい。一体何を言ってるのかしら。第2話終了間際で突如訪れた伝統芸継承部廃部の危機、それが次週までの引きだったのかどうかは私たちの伺い知るところではない。しかし今廃部の危機を無事回避し、一つの壁を乗り越えた私たちは、もしかしたら絆を深め以前より互いの理解を深めたのかもしれないが、私はまだ伝統芸継承部入部を決められずにいた。お母さん、私伝統芸継承部って部に入ろうと思うんだけど。そう、頑張りなさい。何のクラブだかよくわからないけど。でさ、一個聞きたいんだけど、うちって代々何かを継いでいるとか、特殊な伝統芸を継承してるとかないかな。ないわね、何も。ちなみにお母さんのやってるそれは？ん？これはただの内職よ。それって古くから伝わる伝統芸だったりしないの？なわけないじゃない。はじめのママ、そういう仕事やってんだ。お母さんの方が爪楊枝さんより高度だと思うけどな。ダメよ、それある意味シャレになんないくらい当たってるから。あー、誰か私に伝統芸継承させてくれないかな。そういうのないこともないよ。うわ、いつからいたんですか？ほら、あそこにおじいさんいるでしょ。あの人もそういうのなんだ。これはかまぼこ板じゃ。これを作る伝統芸なんですね。違う、板は工場で作る。わしはそれを加工するだけじゃ。なんかそういうのばっかりですね。
よいか、かまぼこの板というのは真っ平らじゃない。平らじゃないんですか？微妙に表面が曲面になるよう削り出してあるのじゃよ。何のために？この微妙な曲線がかまぼこの味に深みを出しているんじゃ。本当ですか、部長？さあ、けど言っとく、このおじいさんの目にかなうのは難しいよ。僕もかつて挑戦したけどダメ出しされたんだ。カエルの漫画やっぱ嫌だったんだ。ちょっと試しただけだよ。おじいさん、その私にその技継承させてくれませんか？この技を継ぐ者はわし以外にいない。本当にやる気があるのじゃな。はい。そうか、では後日詳しいことは伝えよう。ありがとうございます。でも私にできるかしら？何言ってるの？かまぼこ最後の技があなたの双剣にかかってるのよ。そうだよ、もっと自分に自信を持たなきゃ。うん、そうだよね、こんなチャンスないもんね。わかった、私やってみる。よく言ったぞ。お母さん、お母さん、今日すごくいいことがあったの。へえ、それはよかったわね。お母さん、それ伝統芸じゃないの？そんな大したもんじゃないから。隣の吉田さんもやってるわ。この板の表面を薄く削って曲面にすると、かまぼこに腰が出るとか出ないとか。もうやめて！うちの学校、漫画研究部ってありますよね。あるわね。なら、なんで鳥羽部長はそっち行かないんですか？あなた、部長に出てけと？そうではないのですが。それ、正しいでしょうか？え？私は爪楊枝の溝掘り職人ですが、もし仮に、うちの学校に爪楊枝研究部があっても、私はそんな部に入りたいと思いません。爪楊枝研究部なんて需要や必要性が全く感じられないですし、誰も入りたくないですよね。やはりあなたは爪楊枝をバカにしているようですね。あなた、今のは爪楊枝さんに失礼よ。謝りなさい。ということで、私たちは部長がなぜ満研に入らなかったのか副部長に聞いてみることにした。やっぱり満研に入れてもらえなかったんですよね。そうね、あれは部長と私が入学したての頃だったわ。君も漫画研究部に入りたいの？あなたは？君1年でしょ？僕も1年で満研に入ろうと思ってるんだ。入部しようと思うけど、なんか緊張しちゃって。そうだ、僕の漫画を見てみるかい？これは新しいタイプの漫画ですね。いや、むしろ大昔のスタイルなんだけど。続きはないんですか？いや、それで終わりだけど。え、これで終わり？斬新というか、すでにもう漫画じゃないというか。褒められてるのか少し微妙だけど、ありがとう。僕はこの漫研に入ってみんなと切磋琢磨し、立派な漫画家になるのが夢なんだ。ちなみに君はどんなの描いてるの？私のなんか恥ずかしくて。何を言うんだ、漫画は人に見せるためにあるんだから。恥ずかしがってたら書いてもらった作品がかわいそうじゃないか。人に見せるのは初めてです。そうなんだ。いかがでしょうか？いかがでしょうも何も、こんな素人レベルでは指摘のしようがないな。すみません。でも誰でも最初は素人でしょ？それはそうだけど、うちではそういう人求めてないんだよね。まあ漫画の描き方教室じゃないんだから、最低限の漫画の描き方や基礎が分かってないと。知ってます？漫画の描き方。漫画には決められた描き方などない。漫画の描き方を統一したら全て同じ漫画になってしまう。それが面白い漫画なのか。知らないよ、先輩もみんなそう言ってるし。もういい、僕はやめる。君も一緒に行こう。でもここで漫画家になるのがあなたの夢なんじゃ。こんな部はこっちからお断りだ。
ついあんなことを言ってしまった。いいんですよ。それより本音を代弁してもらったようで、なんかすっきりしちゃいました。あれからいろいろあって結局一緒の部になったけど、部長は昔からずっと優しいですね。やっぱり満件に入れてもらえなかったんですね。いや、部長に失礼なこと言わないで。でも部長、私正直言ってまだ部長の漫画の何が面白いのか全然わかりません。ほら、こうするとちょっと笑えますよ。僕の漫画を逆さまにしないで。今日の練習はここまで。明日は土曜だから2時から練習開始よ。はい。あの部長。何？実は私、明日デートなんで、できたらお休みをいただきたくて。はん？デート？はい。あなた、お笑いをバカにしてんの？そんなんで芸人になれると思ってるわけ？本気で芸人目指してるなら恋は二の次。恋なんてむしろ芸人には不要よ。少し厳しく言い過ぎたかしら。うん、そんなことない。あの子たちのためを思えばこそよ。あの、え、ハンカチ落としましたよ。君のでしょ。え、何ですか。いや、だからハンカチを。いや、ダメよ。こんなとこでフラフラしてちゃ、さっき部員にカツを入れたばかりじゃないの。ここは当然お笑いらしくギャグで返すべきよね。あの、ハンカチを。あの、もう少し待ってもらえますか。はい。ああ、思いつかない。いつもなら溢れるようにスラスラ出てくるギャグが、こんな時に限って何一つ思いつかない。どうしました？具合でも悪いんですか？こうなったら一発目から大ネタになってしまうけど仕方ないわ。どうしよう。ちょっと待ってください。どういうことですか？いや、僕も暇じゃないんで、君のじゃないなら職員室に持っていこうかと。オッケー、分かった。皆まで言わなくていいわ。え、一日だけ待ってちょうだい。明日までに必ずあなたに納得してもらえるネタを仕込んできます。必ずあなたをギャフンと言わせてみせるから。なんでこんなことに。まずダメだった原因を分析しないと。なんで都庁のネタがダメだったのか。築年数の問題？そうだ、間違いない。そもそも都庁とか堅苦しすぎる。もっとほんわかしてる今風のネタじゃないと。これだ。おっ、バッチリじゃない。ここがあの人が所属している部ね。あの、すみむ…おつ！すごいウケる！部長、私感動しました。一文字なんて作れるんですね。でも、S になってますよ。いや、こっち側から見てほしいんだ。あの、誰か来ましたよ。まずい、これはまずいわ。ネタが被ったとはいえ、同じネタをやるってパクリと言われても仕方ない。パクリは芸人にとって一番恥ずかしい行為。考えろ。何か他のネタをしなくては。そうだ、こうなったらあれしかないわ。あれを見せつけてあげるわ。いい、行くわよ。スカイセッオー。
このままじゃ勝てない。残念だな、お前の負けだ。くらえ、イラバパン。腕を上げたな。ありがとうございます父上。まさかボクシングを舞台にしてくるとは見抜けんかったわ。お前ならば我が一族の悲願、手塚賞入選を達成できるやもしれんな。さらに精進いたします。ただ一つ苦言を呈すると。何でしょう。ウサギとカエルが人間の言葉を喋るのはおかしいと思う。すぐに訂正いたします。そうしてくれ。すると父上、うん、ウサギとカエルがボクシングするというのもおかしいわけですね。それは問題ない。お兄ちゃん、お茶。カエルがボクシングするのはオッケーだけど喋るのはダメ。ユタカはどう思う？ぶっちゃけ言うとそういうことはどうでもいいと思うんだよね。どうでもいい？ご先祖より伝わる使命を何だと思っているんだ。いや、なんていうか、漫画がどうでもいいんじゃなくて、本質的に目指してる方向が違うというか、今世間で普通に読まれてる漫画ってこういうのなの。微妙に目がでかい女学生が何の変哲もない日常会話をしているだけだが、でも今はこういう普通っていうか主人公たちの日常を描くだけで十分世間は受け入れてくれてるんだよ。さらにもっと言うと、カエルとかなくていいんだよ、お兄ちゃん。ユタカ、カエルは我々のご先祖の鳥羽僧侶の代より継承されてきた象徴。それをなくせなどと本気で言ってるのか。僕の目が黒いうちは断じてそんなことはさせないぞ。勝てまるで硬い溶岩石のよ。このままじゃお兄ちゃん一生カエルの漫画描いてるかも。いいか豊か、これだけは言っておく、余計な仕掛けは必要ない。カエル一筋で伝統を守る。カエル一筋で伝統を守るってもうすでにボクシングの方に達成してるんですけど。ん？何か言った？何も。そこまで言うからにはちゃんとオチまで読んだんだろうな。え、オチ？この漫画オチがあるの？当然だろう。最後まで読んでから感想を言え。このままじゃ勝てない。残念だな、お前の負けだ。くらえ、イラバパーン。頭取れたよ、頭頭。いい？ん？どうして人魚の子のお母さんと男の子のお母さん最後に訳ありげに話してたんだろう。あと水をかき分け列車で行った先の姉が実はいい人だったって展開、どういうことなの？バカね、右脳で感じればいいのよ。東京葛飾、ここに江戸時代に生まれた匠の技を今も受け継いでいる工房がある。江戸切子、今週は東京葛飾区にある江戸切子の工房にお邪魔します。暮らしの伝統芸、江戸末期に生まれたガラス工芸の技を受け継ぐ江戸切子職人たち。江戸切子、伝統工芸に認定されているガラス工芸の一つで、切子つまりカッティングでグラスの表面に装飾を施す技法である。皆さんこんにちは、暮らしの伝統芸の時間です。
ゲストは長島高校伝統芸継承部員の宇佐美はじめさん、有馬さよさんです。さて早速ですが、今日は江戸切子職人の三田さんに来ていただいてます。職人って言っても案外普通の人ですね。結構失礼なこと言いますね。これがリアリティなんですね。ちなみに入社62年目だそうです。ところでさ、私てっきり江戸切子って江戸を切る職人だと思ってたんだけど。何、江戸を切るって？江戸の町に蔓延する不埒な悪党どもを切る職人。職人って私に聞かれても。江戸切子は伝統的なガラス工芸の一つですよ。昼はガラス職人、夜は職人の仕事道具を武器に変えて闇の復讐受け負いに。全身に綺麗な飾り模様の切り傷をつけて暗殺するとか。あの、早速ですが、江戸切子のグラスを見せていただけますか？うわー、綺麗。へえ。ところでこのグラスっていくらくらいするんですか？やっぱり機械と違って人の手で作ってるわけだし、結構高いんじゃないの？そうだよね。さあ、一体このグラスいくらするんでしょうか？オープンザプライス。1、10、100、1000、万。7350円でした。伝統芸なのに思ったより安いんだね。昼の仕事だけで食べていけないから、夜は暗殺者として。あの、インタビューに進んでいいですか？ところで、こちらの江戸切子の工房ではどの部分のカットを担当してるんですか？どの部分とは？例えば花の模様なら花びらだけ彫るとか、茎だけ彫るとか、めしべだけ彫るとか。めしべで切る。ここではどの部分を彫っているんですか？全部です。え、全部やるんですか？すごい。やっぱりさすが本物の職人って感じがしますね。それはまるで私が本物みたいじゃないと遠回しに言ってるかのようにも受け取れますが。あ、いえ、そういう意味じゃなくて、爪楊枝を作るのだって立派な仕事です。爪楊枝を作ってるんじゃなくて、爪楊枝の溝を掘る仕事です。そうでした。すみません、爪楊枝さん。だから名前爪楊枝じゃないんですけど。爪楊枝で切る。何を言ってるんですか？爪楊枝さんも夜はそんな副業してるんじゃないの？昼は爪楊枝、夜も爪楊枝。してません。江戸切子の職人さんもそんなことしてません。山柄使い？真田さんは山柄使いという伝統芸の継承者です。今のは小さなお宮の鈴を鳴らし、扉を開いておみくじを取ってくる山柄おみくじという代表的な芸です。すごいのはすごいんですが、これ本当に古くからある伝統芸なんですか？若い人が知らないのも無理はない。今じゃ継承する人間もほとんどいないから。一見嘘っぽく聞こえますが、本当に古くからある伝統芸なんですよ。そういう風に言われると、今までの伝統芸が嘘のように聞こえますね。爪楊枝とか。真田さんは他にも技を持ってますよ。うむ。ちっ、えっ、なんだ。野鳥ですよね。どうやってこんなに集められるようになったんですか？そう、おそらく鳥を扱う伝統芸の継承者として持って生まれた天部の才ではないでしょうか。雑な推論きた。爪楊枝さんも爪楊枝を呼び寄せたりできるんですか？言ってる意味がわかりませんよ。真田さん、今日こそいい返事を聞かせてほしい。
またお前。誰ですか、あの人。真田さんによる鷹城の継承者、相馬さんです。どうだろう、鳥同伴で入れるレストランを見つけたんだ。そんな勝手に。離れろ、真田さん嫌がってるだろ。迂回職人の島さん、彼も真田さんによる一人です。モテモテだ。また君か。鷹城、貴様がなぜここに。そんなベタベタの花束、真田さんが受け取るわけないだろう。なんだとってめえ。真田さん、あなたたちのどちらにも興味ないみたいですよ。そうなのか。一体何使いだったらいいんだよ。そういう問題じゃないんじゃ。やっぱり山柄がいいんじゃない。そうなのか。違う。ご近隣の皆様、毎度お騒がせしております。誰か来ましたよ。ウグイス？最後のお願いに参りました。真田さん赤くなった。ウグイス使いだったのか。そこじゃないだろう。爪楊枝さん。はい。あの10円のお菓子に書かれてるキャラクター、うまいもんのことですか。ギリギリですよね。ギリギリだと思います。違う。あ、もしかして髪切った？わかる？そっか、それでいつもと雰囲気違うなって思ったんだ。自分ではそんなに変わった感じしなかったんだけど。あー、でも雰囲気変わったよ。今の方がいいと思う。大人っぽい。本当に？うん。どう思います？大人っぽいですよね。可愛いと思います。ほら、副部長もそう言ってる。しばらくこれで行こうかな。ダブル J。 とにかく契約はなしや。ちょっと待ってください。たかが料理がまずかったくらいで。何言うとる。そんなもん出されたら我が社がバカにされとるも同然や。東中尾さん、一息ついてこれを食してみてください。浜岡、何を。ふん、これ以上集大を。まずはお食べになった上で。なんやこんなもん。これはまったりとしとって濃厚な風味。そやのにしつこさがない。あんた、これは一体。素材の味を生かすために調味料はほとんど使いませんでした。味付けは塩のみです。ふん、この東中のエコタを驚かすとは、なんちゅう料理や。感動した。やっぱり契約させてもらうで。本当ですか。ありがとうございます。でかしたぞ浜岡君。ところでこれは何の料理かね。ハエです。カエルにはハエです。ほう、なるほどね。道理でこの濃厚なコクが。いや、ハラハラしましたよ。本物の良さが分かる東中野さんでなければ通用しない賭けでしたからね。またまた。やれやれ、副部長の調子の良さにはかなわないよ。まったくだ、もうすぐリストラされるのに。はっ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 は
本動かして正三角形を4個作れ。爪楊枝さん、マッチ棒持ってないですか？ないです。綿棒でもいいんですけど。綿棒ってあっちの方ですよ、綿がついてる方の。10本くらいあるならうどん作る方の綿棒でもいいですけど。どっちもないです。ですよね。じゃあ松井棒ありません。じゃあお菓子あります？いえ。それにしても10円で満足度ってありえないですよね。どうして10円で商売が成り立つんだろう。そしてキャラって一体何なんですかね。色もグレーだし。あれ、何の話してたっけ。あ、そうだ、マッチ棒。爪楊枝ならわかった、こうだ。ここを動かして、やった、正解。爪楊枝さん家ではマッチ棒パズルのことを爪楊枝パズルって言ったりするんですか。言いません。なかなかいいのができないな。副部長、何やってるんですか？おみくじの文章を書いてるの。え？おみくじの文章って？おみくじ引くと、今年のあなたは何々が絶好調とかあるでしょ？あれを書いてるの。趣味ですか？いや、違う違う。これがうちに代々伝わる伝統芸。じゃあ、これが仕事なんですね。まさかこんな仕事があるとは。それはそうよ。誰かが書かなきゃならないでしょ。まさか神様が書いてると思ってた？この271って何ですか？それ大吉吉大凶の割合。それって副部長が決めてたんですか？景気の良し悪しや明るいニュースの多い少ないでいろいろ考えていくの。景気の悪い時はみんな何かにすがりたくなるから基地を増やしたり。うまいこと考えているんですね。でもからくりをしてしまうと夢がなくなってしまうような。だからあんまりこの作業を見せたくないの。占いに乗りやすい人もいるから迂闊なことを書けないし。たまにいますよね、たかが占いなのに鵜呑みにしちゃう人。部長が雑誌に投稿すれば必ず乗りますというおみくじ引いて喜んでたわよ。なんでまたそんな迂闊な。部長、おみくじ大凶ばかり引くから部長が元気出るようにって思って。ああ、ずいぶん偏ったおみくじを。とにかく乗らないのは間違いないから、みんなで全力で慰める準備をしておきましょう。はい。ひどい言われようだが本当かね、はじめくん。何度も見返したから間違いありません。これ読者投稿欄だけど。実は私、学校の漫才研究会に席を置いてまして、当然のごとく部員は皆芸人を目指しているわけですが、そのみんなが目指している芸人像と私が描いている芸人像に大きな違いがあって。どう違うのです？私は舞台の上で純粋に芸をするのが芸人だと思ってますが、他の部員はちょっとお色気路線に走ったり、とにかく何でもいいからテレビに映ればいいと思ってたり、もはやそれは芸人である意味すらないような気がしてなりません。私の考えは間違っているのでしょうか？占ってみましょう。お願いします。どうでしょう？部員が正しいと出ています。どうしてですか？占いの答えに理由などありません。おそらく私の想像ですが、とりあえず手段はどうあれ前に出た者勝ちというのが近年の芸人のあり方なのではないでしょうか。確かに昔ならあなたの芸人像が正しいと思います。でも時代とともにルールも変わります。それを受け入れる柔軟性も必要ではないでしょうか。それとあと消化器系の病気に気をつけてください。
ごめんなさい。真田さん、また告白されてた。でもごめんって。もったいない。でも真田さんモテそうだしね。まあ相手にもよるんじゃない。相手は誰だったの。2年の子だったような。何書いてるんですか部長。怪しいですよ部長。見せられないものでも書いてたんですか。いや、そういうわけでは。さてはエッチな漫画ですね。それはない。あのカエルでエッチな漫画は無理じゃないかな。えい、あ、ちょっとやめて。大変。部長がラブコメを書いてる。ちょっと試しに書いただけだよ。そんなにからかわなくてもいいじゃないか。何言ってるんです部長。私たちは喜んでいるんですよ。部長が恋愛漫画を描くなんて、カエルとはいえすごい進歩です。女の子はこういうの好きなんです。じゃあ続きを書いてみてもいいかな。見たい見たい。でも冷静に考えると、カエルがウサギに告白してるのっておかしくないかな。なんだ、そんなこと気にしてたんですか。全然平気ですよ。むしろ新鮮な切り口だと思いましたよ。そうかな。そうですよ、細かいことは気にしない。そもそもその漫画全体がおかしいんですから、細かいとこ気にしても意味ないですよ。そのまま一気に変えた方がいいですよ。うん。ところでもう一つ聞きたいことがあるんだけど、ページが予想以上に長くなっちゃって、いらないコマを削りたいんだけど、どこを削ればいいのか。なんだ、そんなこと気にしてたんですか。別に省かなくてもいいですよ。もう思い切って7ページにしましょうよ。そうかな。そうですよ、細かいことは気にしない。そうそう、そもそもいらないコマなんて探してたら全部いらないコマになりますから、そのまま一気に書いてしまった方がいいですよ。うん、ありがとう。自信湧いてきた。続きは家で書き上げるよ。楽しみにしてますよ部長。頑張って。一人、どう考えても応援してない人がいると思うんだが。気のせいじゃないかな。さよ、いるかな。こちらヒューストン。何？はじめ。ここから見る地球がとっても綺麗なんだけど。それがどうしたの？こんな小さな星にいろいろ詰まってて、でもとっても綺麗で、その地上では何でもないような毎日が右向け右で繰り返されているんだなって思ったら、少し寂しくなったというか。わかるな、それ。人ってどっから来てどこへ行くんだろうね。今日はどうしたのよ。わからない、わからないけど、無性に誰かに聞きたくなって。そんなのわかるわけないよ。だよね。あれ、ん、宇宙なのに風が吹いてる。だったら私たちすぐそばにいるのかもね。今ね、いい風が吹いてるよ。そっか。